はい、どうも、沢田信也です。今回はですね、旬な映画、仮面ライダーダブルの映画見に行ってきましたんで、その話を、流して無駄話の島さんと一緒に喋っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。流して無駄話第2回目の出させていただいております、島さんでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。まあ、以前も仮面ライダーダブルの回で、まあ、出ていただいたわけですけども。そうですね。あの時に、まあ、冬のムービー対戦は見に行かなくちゃいけないよねって話をしていまして。うん、はい。もうその話通りに見に行ってきたわけです。私ね、当日、運気の日に、清掃して行ってきました。そうですね。なんか、ツイッターに写真も上げてましたけど、うん、なぜか写真見たら、なんかスーツで行ってましたね。スーツで、はい。桐山蓮のイメージで。はい。行ってきたんですがというところでございます。もともとお子さんのために行ったんですよね。ああ、もちろんです。子供が見たいってどうしてもせえよ。どうしてももう泣き叫ぶ。それはまさに仕方ないですよね。うん、もう眠たいところを叩き起こして連れて行きました。で、まあその、ジマさんが見に行ったのを受けて、うん。まあぜひとも映画の話をしたいっていう話を聞いて、あ、これはもう早く見に行かなあかんなと。というわけで僕ももう、お休みに入って早々に見に行ってきましたよ。ありがとうございます。うん。もうほんとね、もうそう、まあ、結論からも先に言っときましょう。うん、言っちゃいましょう。まあ、今回のムービー対戦。うん。もうね、どうしようかな、なんて言うかな。もう大塚はね、うん。もううんこ以下ですよ。うんこ以下まだもう、まだ消化しきれてない残留物が残ってる感じ。いやもう、なんて言うんですかね、うんこ以下だから消化物以前の問題ですね。もう消化もまずできない感じ。なんやったら、うんこを食べて、うんこ落としで出してるような感じですね。っていうかもう食べたくないみたいな。そこまでいいのそこまでいっちゃいますか。ねえ。確かにね。ほんと、大津はひどかったですね。ねえ。ツッコミどころ満載でしたね。本当にもう、あれは、なんでしょう。中学生が自由帳に書いた漫画かっていうぐらい、ひどい脚本でした。うん。まあ、その点ね、まあ、ダブルの方の映画はですね、うん、まあ、僕的にはすごい大満足でした。あ、ですか。はい。うん、まあ、ただ、ダブルの映画としても、言いたいことありますよ。うん、ただ、やっぱり先ほどオーズの脚本って僕言いましたけど、うん、やっぱりもう脚本として比べてしまうんですよね。あ、なるほどね。うん、もうダブルの映画と、まあ、オーズの映画っていう。うん。で、やっぱりこう、私の尊敬いたしまする、三条陸先生が、書いていますから、うん、ダブルの方は。なるほど。もうほんと日の打ちどころがない、ちゃんとしたうまい脚本でして、もうほんと、ああ、そうですかと。うん、納得させられましたね。なるほどね。もらったらこう、映画見に行った後に、まあ、嫁と二人でちょっとキッカー工事のアルバムでも探しに行くみたいな感じになるぐらい、僕はやられてしまいました。おぉ、そんなに。正しいオーズの方は、うん、もうそれを見た後だったので、うん、なんだこのうんこいかなのか。もうそれは正直なところ、今回の映画を見に行った人に関しては、うん、大体変わらないかと。逆転することはないんじゃないかなと。そうですね。実は私の職場にですね、まあ、子供連れでやっぱり行った方がいるんですけど、うん、もうがっくりだと。ほう。もうどちらもダメだったと。あ、そうなんです。言ってましたね。それはやっぱり何ですか？そこをまず掘り下げていきましょう。うん、先ほどちょっと収録前に打ち合わせしたんですけど、はい、あんまりスカルの映画はピンとこなかったんですか？あのね、スカルとしては、映画として、ストーリーとしては良かったと思いますよ。ただ、目的がダブル、特にこの二人の、あの活躍っていうか、変身する前の姿を見たいっていうのが強くて、それから行くとですね、とても肩透かしを食らった感じ。ああ、それはね、よくわかりますよ。うん、映画が始まった時に、じゃじゃーんとこう、投影のこう、波がザバーンって出てきて、そうですね。三角のマークが出てきた後に、いきなり始まるじゃないですか、物語が。その時に二人がガーンって走ってきて、変身のポーズをやった瞬間にちょっと泣きそうになりましたから。帰ってきたそう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 。あ、もう二人が帰ってきたってそうなんですよ。で、いつもの展開じゃないですか。うん、おちゃらけというかドタバタの。うん、それがなぜ、ああ、変わっていったのかと。で途中まで、まあ、どうします？ストーリーの方行きますか？このまま。まあ別に、あらすじみたいなものは解説しなくていいと思いますけど。うん。まあそうした感想としては。ねえ、その後
回想劇に入ったじゃないですか。うん。で、ああ、なるほど、こういう形で持っていって、過去の話を織り交ぜながら話を展開するんだと思いきやですよ。うん。そのままずっぽり入っていくじゃないですか。まあね。うん。ここがね、あれ？おかしいぞ。でも、後半きっと出てくるよねって思いながら見てたんだけれどもっていうとこですよ。うん、まあでもそれはね、僕ね、正直こう映画を見に行く前に、あらすじを見てしまった時に、うん、おやおやと思ってたんですよ。うんうんうん。まあ、アキコが、まあ、時間を超越する、うん、まあ、敵の能力によって、うん、まあ、親父であるキッカー講師の過去を知っていくことになるのだってあらすじに書いてあったから、うん、あ、そうなんだ。多分ダブルはそんなに出てこないんだろうなっていう認識は、ちょっとあったんですよね。なるほどね。ああ、そういうことか。で、まあ、話的には結構暗い重い話やなかったですか？そうですね。うん、なんて言うんですか。もう明らかにあれ子供向けじゃないだろうっていう感じがすごいしてて。ないですね。大きなお友達向けに作ってるだろうっていう感じがすごいしててね。うん、そう。一番びっくりしたのは、うん、あの、雲爆弾で街の人が死んでいくときね。うん。あれは子供的には若干トラウマになるんじゃないかなってすごい思ったんですけど。あれはよろしくないですね。お子さんどうでしたの？あれをさこうみたいな。あれはね、いやまあでもまあなんとか見てましたよ。そうですか。僕大人目線で見てもえって思いましたよ、あそこ。えぐいなって言ってくれて。やりすぎじゃないみたいな。なんかすごいリア充爆発しろ、地で行くような感じやったじゃないですか。でね、一番初めに戸惑ったのは、蜘蛛男のディテールがあまりにも気持ち悪くて。あ、そうですね。若干デザインがシリアス寄りになってました、ね。うん、そう。あ、これ子供泣くかもって、まあ結局泣きはしなかったんですけど、うん。ちょっとどうなのかなって。あと同時に、雲の何でしたっけ、もう一人のドーパント、あ、コウモリの、コウモリの、うん、あれも結構えぐい形でしたからね。そうですね、ホラー映画チックな感じのデザインでしたね。ちょっとね、あ、路線がちょっと違うぞ、これやっぱりスカルのノリなのかなっていう感じがしましたね、うん、そうですね。もう鼻からもダブルの映画をしない感じやったと思うんですよ。うん、まあ、フィーチャリングスカルって、こう、ちょっとなんか、ごまかしてますけど、要は仮面ライダースカルをやりたかったんだなっていう感じですね。うん、そうですね。ただ、やっぱり仮面ライダースカルでは客が来ないので、うん、まあ一応ダブルっていう冠やつけとかなあかんかな、みたいな。映画を作る人は本当にどっちを作りたかったんでしょうね。まあ、スカルじゃないですか。完全にこれスカル入りで生きてるでしょ。でしょ？うん。だから、その今まで一連の流れでスカルを見え隠れしながら絡めていって、最後はスカルってこうなんだよって言いたいのをぶつけられた気がしたんです。で、これで完結しました。これでまるっとダブルの世界をこれで説明できましたよ、うん、っていう感じがしたんですね。なんかね、そのなんていうんですかね、すべてを語り切れないなってすごい思うのが、うん、やっぱり僕たち夏の映画を見ていないので、あ。そうね。A to Z 運命のガイアメモリーを見ていないから、うん、何ともこう評価しづらいところがあって、そうして。確かに。で、やっぱネットの多くの感想を見ると、うん、やっぱ運命のガイアメモリーがすごい最高らしいんですね。ダブルの映画としては。あの、評判高いみたいですね。すごい評判が高いみたいですよ。うん、だからやっぱりあれがあって、で、あれがまたあの、最終回の、時間軸で言うと、最終回の話のちょっと前みたいな話らしいから、うん、あ、そうですね、うん。あの映画があって、テレビの最終回があって、ダブルの映画は完結っていう感じらしく、うん、ああ、そうか。で、その他のダブルの映画に関しては、あくまで、まあ、なんていうんですか、ダブルの世界を補足するためのストーリーみたいな感じらしいんですよ。ああ、なるほどね。だから今回のスカルの映画の目的って何かって言うたら、うん、もう、あの決め台詞がなぜ生まれたかじゃないですか。確かにそうですね。お前の罪を数えるわね。うん、あれ、最終的にあれがなぜ生まれたのかを描くためだけの映画じゃないですか。まあ、しかしまあ、初めから使われてているフレーズであり、まあそこも知りたいところでもありますしね。なぜスカルが誕生したのか。うん、だから、まあそういう意味では、もうダブルの話としては、もう夏の映画とテレビの最終回でも完結しているので、うんうんうん、描くべきことがないんかなっていう感じはすごいしたんですよ。だからすごい僕も翔太郎とフィリップの話を見たかったですけど、じゃあどんなエピソードを作るってなった時に、
もう最終回の延長上でしか話作れないじゃないですか。うん、新しいドーパンドが出てきて、みたいな、うん。もうそれって、なんか、映画じゃなくてもいいじゃんって話になるでしょうし、うん、それこそ、ダブルの第二期を作ってくるよって話になってしまうので、うん、なるほど。映画としてはもうああいう別のところを描いていくしかないんだろうなっていう感じはすごいしたんですね。うん、だから、もうすごい腹立つ部分もあるんですけど、うん、ダブルもっと見せろよと。うんうんうん、でもまあ仕方がないのかなと。なるほどね。なんて言うんですかね、うん、よく最近の、主演者の商法として、昔少年ジャンプで流行ってた漫画が、うん、まあ、スーパージャンプで再開するっていうのがあるじゃないですか。あ、そうなんだ。うん、リンクにかけろ2とか。ああ、なんかあってますね、そういうの。なんかね、うん、なんか、無理やり続編を作る男塾2とかね、うんうん、なんか。うんうん、いや、もう完結してるのに、話としては綺麗に完結して、もうオチもついてるのに、うん、それを無理やり引き伸ばしてしまうと、もうダサ作になってしまうっていう。なるほどね。ダメな例としての良い例があるので。なるほど。そういう意味では。下手にいじられるよりはというところですね。そうですね。もう外堀の描かれてなかった部分を描いていくしかないんかなという感じがすごいするんですよ。なるほど。で、やっぱり脚本家の三条陸は、ジャンプ経験者やから、うん、絶対そこの手法分かっとると思うんですよね。やっちゃダメなところと、やるべきところっていうのは。うん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 、だから、来年、その、アクセット、エターナルの、まあ、スピンオフ作品が V シネマとして出るってことが、はい、そうですね。予告されてましたけど、うん、アクセルの脚本家は三条陸じゃないんですよ。あ、違うんだ。で、エターナルの方が三条陸らしいんですね。じゃあ、沢田さん的にはエターナルの方が気になる。気になるね。で、なぜかというと、アクセルの話は、うん。アキコと結婚した後の話らしいんですね。おお。その、アキコと結婚した後、テルイリュウがアクセルとしてどう活躍するかっていう話らしいんですね。おお。で、エターナルの方は、その夏の映画で出てきたエターナルの、うん。過去を描く話らしいんですよ。うん、なぜああなったのかということですか？そうですね。で、そこで、やっぱり三条陸としては、やっぱりその外堀を埋める方をやってるんですね。あ、なるほどね。うんうんうん。その後は手掛けないんですよ。あの人なんか知らんけど。あの人の中ではきっと終わってるんでしょうね。ちょっとダブルが。なるほどね。うん、それまで作ってきたものを壊してしまう可能性がありますよね。下手に後付けしてしまうと。うん、もうそれはもう別のクリエイターに任せました。やりたいとやってくださいみたいな感じなんかなって、うんうん。なるほど。ダブルブランドとして自分自身が手掛けるならば、絵が描いてないところを僕はオフィシャルとして埋めていきますよみたいな感じなのかなとか思って。うんうんうん。だからすごい悲しいけれども、ダブルの映画はもうあるべきだったのかなという。そうですね。まあそういう意味ではね、逆を言えば、我々にもまだ A to Z が残ってるわけですよ。そうですね。うん。みんなはすごい満足して、満足してしまったかもしれないですけど、うん、我々はまだ見ていませんので。まあ変な話、ポテトサラダとスパゲッティを食べたけど、残ってるエビがあるぞという感じ。一番最後に残しましたよと。そう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 。ちょっと冷えてるかもしれないけど、美味しいぞと。ええ。というのは残ってるわけですよね。そうですね。うん。まあ、うちの嫁なんかは、うん、ダブルの、テレビのダブルの途中から見てたんですけど。はいはい。スカルの存在知らなかったんですよ。去年の夏の映画を見てなかったので。ね、うん、うんうん。去年の冬の映画が、ディケイドの、ムービー大戦見てなかったから、はい、ビギンズナイト見てなかったんですね。なるほどね。うん。だから、うちの夢としては、ビギンズナイトの楽しみが残ってるらしいですね。ああ、そっか。お得やなぁと。そうですね。うん。なんか全巻揃ってから漫画一気読みした感じがしますね。あ、それはいいかもしれないですね。うん。なるほど。で、まあ、映画の方で行けばですよ。私はちょっと思うんですけど、はい、なぜアキコが一人二役しないといけなかったかということなんですが、うん、あれどう思います？私は一人二役じゃなくてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、戦略的にあの子をやっぱり出したいというのがあったんですかね。まあ一応なんて言うんですか、やらしい大人の事情で言うと、うん、まあ、ショーラ太郎とフィリップはスケジュール的に抑えることがまあ、できなかった。うん。じゃあ、ダブルらしさを出すためにどうすればいいかというと、まあ、気候を出すしかないだろう。そうですね。で、時間軸的に絶対出てこないですからね。うん、まあ、それこそ小学生の
時代まで遡っちゃうので、うん、じゃあ、その頃のキャラとしてもう一人出すかと。うん、あとはやっぱりこう、我が子であるアキコぐらい大事な存在という意味で、まあ、アキコと似たような感じのやつを出したってことじゃないですか。ああ、なるほどね。最初僕ミスディレクションかなと思ったんですよ。うん。おかんかなとか思って。うんうんうん。でもなんか時間的に違うしなとか思って。そう、私もそう思いましたね。まあでもあれはやっぱり良い解釈をするならば、うん、まあ、アキコぐらい大切だった女性という意味で、まあ、アキコと同じ用事やったんじゃないですか。まあ、良い解釈するやつになりますね。なるほどね。しかもまあね、しかし、あの手の色っぽい女性は似合わないですね、あんまり。そうですね。やっぱり基本ギャグキャラでダブルの時は走ってたから。うん。もう頑張ってた方じゃないですか。まあ、そうね。確かにそれを言いますね。メリッサとしてね。メリッサとしてね。うん。あの、程よい中二な感覚のハードボイルドが僕には結構いいんですけどね。ああ。メリッサなんか言う女の子が1990年代におるわけないんやけってすごい思うんですけど。そこはあえてメリッサと言ってしまう。なるほど。だって1999年で書いてた割には、うん、ものすごい時代が昭和やったじゃないですか。めちゃくちゃ昭和の匂いしましたね。そんなホールで歌歌うような歌謡ショーが90年代にあるかいなってすごい思うんですけど。確かにね。でも、ああじゃないとハードボイルドじゃないので、あの、無理やり作られたハードボイルさ、ボイルドさっていうのがすごい好きやったんですけどね。ああ、なるほど。まあ、確かにそういうのありましたね。うん、90年代もっと未来だよってすごい思ってたんですけど。確かにね。そうか。そして、まあ、あの、フィリップと翔太郎っていう形で、この二人の掛け合いというのがもう一つの象徴だったんですけれども、今回のスカルの映画、スカルの映画と言ってしまってはなんですが、松というパートナーが、うん、ナルミソキチのパートナーが出てきましたね。そうですね。あれもね、すごい、こう、ちょっとあれ、うまいなっていうか、単純に感動したんですけど、うん、ナルミソキチにもフィリップ的な相方がいたんだっていうのは。ですね。すごい見せて、ああとか思って。うんうん。で、また、絶対もう狙ってるんですけど、うん。お前の本棚で探してくれよ、みたいな。そうそうそう。あれももう、明らかに狙ってるじゃないですか。分かってたけど、すごい、こう、うん、なんか、おーって。震えてしまいましたけどね。なりましたね。うん。ダブルの映画では、かなり、あの時のあの姿が、あのセリフがここでもっていうのが多かったですね。うん、あの、尾藤さんも出てくるし、T-Rex になった幼馴染の女の子のちっちゃい頃の姿も載ってましたよね。あ、そうですね。あれ、最初、その、吉川晃司が戦ってる様を、子供が見てた時に、うん、この翔太郎の隣に女は誰やねんって思ってたんですけど、そうそうそう、帰ってからよくよく調べてみてみたら、ああ、もう一番最初に出てきた幼馴染やんけっていう。そうなんですね。あの辺、作りがうまいなと思いましたね、正直。そう、すごい筒回してきてるなっていう、ね、うん、感じがすごいしましたね。ですね。僕、細かいところで一番おっと思ったのが、うん、あの、松の作った人間関係図が、うん、あの、そのダブルの番組の最初に出てくる、そうでしたね。コロボードに写真貼ってる感じやったじゃないですか。あの、人間関係図ね。確かにそうですね。そうそう、あれがおって思って。細かいところでなんかネタ仕込んできよるな、みたいな感じがすごいしたんですけど。もういろんなところで、ね、飽きさせない作りはありましたね。そうですね。うん。で、ストーン役の、つぶやきしろの出方もなかなか、っていう感じで、存在感相変わらず薄かったですね。もう最初にあの、尾藤勇と吉川晃司が喋ってる風車の向こうにいるじゃないですか。そうそう。怖って思った。そうそうそう。俺最初なんか幽霊かなんかかと思った。あ、そういう意味ね、みたいな。まあなかなかね、良かったですね。あの辺の作りもね。臆病なぐらいでちょうどいいんだよって言いながら。そう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 。速攻殺されてましたけど。うん。あれも、前に出てたセリフですよね、もともと。どっかで前聞いたことあるなぁ。うん。ビギンズナイトだったですかね。なんか、そんな記憶もあるんですけれども。あとね、バッドドーバンとか。うん。このお姉さんもなかなか異色なキャラでしたね。そうですね。なんか、アリンス言うて。あ、そう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 。何このようなおいらん言葉は何なのとかも。うん。
でも結構僕的にはこうお姉さんセンサーがビンビン反応してましたから。ああ、なんかこの人モデルさんかなんかなんですかね。カデナ・レオンっていう人らしいですよ。有名な、まあ、モデルタレントなのかな。うん。なかなか、ね。残念ながらこの人は本編に出てこなかったから死ぬんだろうなと思いながら見たんですけど。なるほど。残念ですね。一回の映画で終わらすには残念なキャラクター。まあね。でもその、それでいけばね、シュラウドは出てきたけれども、うん、あの、二人の姉妹が出てこなかったのはちょっと残念でしたね。あれは時間軸的にいたとしたら、うん。翔太郎と同じような子供やったんかな。まあそうですね。うん。あれに、そっか。あれってどうなんですかね。まだ、園崎龍兵衛が、ガイアメモリーを売る前の話でしょ、きっと。あ、そっか。え？あ、でもシュラウドはああなってたから、リュウベイはすでにも研究を始めたとか、うん。で、翔太郎があれぐらいの大きさだから、まだフィリップも生身やったんじゃないですかね。もしかすると。フィリップはどうなんやろ。シュラウドがあの包帯ぐるぐるになったのは、うん。リュウベイが研究室で、うん。あ、そうか。リュウベイがもうテラードーパーとして、うん、シュラウドをあんな形にした後の話でしょ。そうかじゃあもうすでにフィリップは死んでる状態かな、時間軸的に。なるほどね。もうすでにフートの街でこうガイアメモリーを売りさばいてる頃になるのかな。あ、そうかそうか。まあそういう意味ではちょっと出て欲しかったですけど、うん、匂わすところはあってもよかったかな。うん、まあそうですね。まあね、まあ何ダブルを見たいっていうのを除けばですよ、とてもよくできたストーリーでしたね。そうですね。組み合わせ、意外性といいますか。仮面ライダーのくせに、まあ仮面ライダーのくせにっていうのもすごい嫌な言い方ですけど、うん、すごい普通に大人向けの映画として完成されてたかな。なんかその、カメラワークとか演出とかも、普通になんかおっとも出て、うん、あの最後、マスと吉川浩司が対峙するときに、うん、風車がくるくるって回るときに、こう、スカルとドーパンと生身の本体が入れ替わる表現をするじゃないですか。出ましたね、はい。なんすかこのかっこいい表現方法は、と思いながら。これは子供が見ても、って思うだろうなと思いましたよ。でも我々が見ると、お、かっこいいって感じがしましたね、やっぱり。なんすかこの気合の入った作り方は、と思って。そう。確かにそういうことですね。で、その流れで、俺は自分の罪を数えたと。うん。さあ、お前の罪を数えろの、あの言葉に流れるあそこの一連の下りは、すごいこう、おお、すげえって思いながら。うん。かっこよかったですね。素直にかっこいいなって思いながら。うん。確かにそうです。あと、印象的なのは、スカルに変身して、アキコに、から電話がかかってくるんですよね。うん、あの時の下りも最高でしたね。そうですね。一番最初になんか結婚するときはそばにいてやるからなっていうセリフの伏線っていうか、まあ何をいきなりアキコを言い出すんだと思ってたら、うん、しっかりちゃんと映画の後半でそれを収集していたと。そうでしたね。まさかあの場所でそういうネタ明かしがされるとは思いませんでしたけど、うん、かっこいいって思いましたね。で、そのスカルなんですが、初め釣る機会だったじゃないですか。うん。でも、今まで私のイメージで帽子かぶってたから、うん。あれでいいのかなって思ってたんですよ。うん。でもあれ、では不完全だったらしいですね。そうですね。なんか、吉川浩司がすごい、ガイアメモリの能力を拒んでいたから、不完全な形だった、うん、みたいな解説を見ましたけど、ね。なってますね。なんか、クリスタルかなんかの名前なんでしょ？うん。あれも強引っちゃ強引ですけどね。サズさん、スカルのデザインってどう思います？あんま好きじゃないですけど。やっぱり。あれ帽子ないとかなり間抜けな感じがしませんか？そうですね。帽子があるからこそ、なんか、うん、なんていうんですか、ハードボイルドな感じが演出されていい感じではあるんですけど。うん。スカル単体では別にそんなに僕は響かないんですけどね。というよりもただの骸骨ですから、ね。そうですね。言ってみりゃ。うん。まあ、確かにね。で、意外なことにスカルボイルダー。うん。バイクがちゃんとあったんですね。あれも、あれも何なんですか？おもちゃ売るつもりなんですか？
あ、どうだろう。なんか、うん、なんでそんな白いシュートンやねんって思いながら、まあ、シュラウド、ね、シュラウドが作ってたんでしょうけど。ね、しかもあの、うん、スカルギャリーまであったじゃないですか。うん、まあ、シュラウドがきっともう、彼はスカルになる運命なのよ、と思って、コツコツと作って、ね。作ってたという、探偵事務所の隣は実は秘密基地だったと、その頃からそうなのかって。まあ、びっくりしましたけどね。どういう設備やねんって思いましたけど。そうそうそう。うん。シュラウドも体張って頑張ってましたね。あ、シュラウド実は生身でも強いですよ、あれ。普通に、なんか、カンフーアクション的な感じで頑張ってましたけど。そうそうそう。頑張ってましたからね、ほんと。テレビではね、普通にコート着てポケットに手入れてるだけの人やった。そうそうですね。なるほど。まあね、でも、なんです？この作品が一連終わって、まあ終わり方もまあ良かったですね。映画最後の。なぜか、メモリーブレイクしたんだけれども、彼は死んでしまいましたね。松は。あれは、何なんですか？もう、ドーパントの力に侵されていたので救えなかった的な感じなんですか？ああ、そうか、そうかもしれないですね。もう、すでに遅しと。だから、ガイアメボリーを売りさばくやつ許さない的な感じなんですかね。かもしれませんね。そして、結局、ナルミソウキチは、ね、あの、クモ男の影響で、アキコには二度と触れることができなくなったと。そうですね。あれも理由付けとしてうまくやってんなとか思って。うん。でしたね。そういう理由で会えなかったんですよ。うん。まあ、遠目で見てるぐらいはいいのにね。まあ、その辺がハードボイルドなんでしょうね。そうですね。うん。まあ、あれだけはあれなんですね。メモリブレイクしても効果が残っちゃったんですね。まあ、それだけ松の、リア充爆発しろの、の、恨みの意識が強かったんですよ。まあ、そうかもしれないですね。まあ、ここまでは良しというところなんですが、まあ、王座散々差しましたけど、最後の対戦もひどかったですね。あれね。正直、先に王座の話を片付けておきますと、話すことは別にないと。文句しか出てこないでしょ、どう考えても。僕も、鮮明に残ってますよ、あの、バレリーナ。エンディングの子。俺あのシーン、正直映画館で、子供がたくさんいる中で、俺一人ちょっと声出してしまいましたから、何これって。言ってしまいましたから、思わず。何これって。あの、学生の自主制作の映画じゃないんだから、あれはないよね。あれは何なんですかね、何なんですか、誰が OK を出したんですか、あれは。あそこ笑って欲しかったのかな。ほんと最大の突っ込みどころですよ、あれは。うん、あれはひどかったね。オーズの映画もね、あの、素材的にはすごい燃えるものがあったんですよ、僕の中には。それは、信長の方ですか？信長っていう素材を出して、それを、まあ、グリードとうまくこう、合致させてるじゃないですか。欲望っていうキーワードをもとに。確かにね。うん、別に信長欲望強いから、ああやったわけじゃないと思うんですけど、まあそこをまあ、無理やりくっつけて、じゃあ、あの、歴代の、ね、野心を持った人間が、グリードの能力と結託したらどうなるのかっていうのはすごい燃える展開じゃないですか。確かにそうですね。なんやったらすげえ最大の敵になり得る話じゃないですか。それがなんかあんな形で終わっていいのかなっていう。だからあっさりね。俺一番ね、オーズで腹が立ったのは、まあ言うたら信長って、こう、志半ばで倒れていったわけじゃないですか、歴史の中では。そうですね。で、それがまあ現代の科学力を持って、まあ、グリードの能力を植え付けられたけれども、現代に再登場して、じゃあ再び、こう、天下取るか、みたいな感じでね、進んでいってたわけですよ。でそこで、まあ、エイジと出会うことによって、自分と真逆の人間と出会ったことによって、じゃあその自分の気持ちがどう変わっていくのかってところが、きっと物語のテーマやったわけでしょ、きっとね。はいはい、で、なんか、映画の後半で言うじゃないですか。信長がエイジに向かって、お前はうつけだと。何の
欲望もなく、うん、生きてるお前面白みがないみたいな言ってましたね、うん、それに対する英氏の言葉がもう僕は目が点でしたから。何でしたっけ。だって空は青いじゃないかって言ったじゃないですか。はぁとか思ってなんだそれと思って、お前ほんまに何も考えてないんだっていうのがすごい分かってしまって。まあね、って だから僕がオーズにいまいちハマりきれないのはほんとそこなんですよね。あの主役のキャラがあまりにかけ離れてますよね、現実と。戦うポリシーがないんですよ、あの人。うん、なんか、うん、過去にこうなんて言うんですか、どっかの内戦で巻き込まれて、なんか子供を助けられなかったトラウマみたいなのがどうもあるみたいですけど。ですね。でもそれをがあったとしても彼にはあまりにも戦う理由がなさすぎるんですよね。もう場当たり的にやってる感じがしますもんね。流れで仮面ライダーになっちゃいました的な感じがすごいするので、なんかその翔太郎みたいになんか、ま、戦うための理由がないんですよ、確たる理由がないですね。それをあのその最後のムービー対戦の話でも言っちゃってたじゃないですか、エイジが。ん？あの、アキコが、コアに襲われた時に、エイジが助けに来て、また仮面ライダーかよと。なんで仮面ライダーになるのよ、みたいな話をした時に、なんで戦うのよって言った時に、さあって言ったでしょ、あいつ。おいおいおいと。大概にしとけよって感じですからね。戦いたいから戦うんだよみたいな、うん、なんやお前ドラゴンボールかみたいな感じの話をした瞬間にもう僕はすごいがっかりして、まあね、まあそういうキャラ付けで思いっきりそっちに振った感じがしますよね。オーズにはすごいがっかりですね、うん、いやでも分からんでもないんですよね。オーズのテーマって欲望なわけじゃないですか。片や、すごい強欲な人がいて、うん、で主役はもう思いっきり無欲と。そうそうそう。その対比なんやろなって思うんですけど、ヒーローとしてあまりにもちょっとなんかどうなんかなっていうね。本当ね、あの名前あれ変えたらいいですよ、本当。あのとてもね主役な感じがしない。あの話ちょっとずれますけど、うん、あのルローニケンシンっていう漫画があったじゃないですか。ああ、ありましたね。うん。で、あのルローニケンシンの中での主人公である日村ケンシンは、うん、人を殺さないってことをポリシーにしてるんですね。うんうんうん、で、剣士で、剣士であるにもかかわらず、うん、刀を持ってるにもかかわらず、うん、その刀には刃が逆になってるわけですよ、スカバって。はいはい。で、剣士で武士で剣を持ってるけれども人を殺さないっていう、まあいわば少年漫画の主人公としては、うん、すごい不思議な存在で出てきてたわけですよ、当時、うんうんうん。なるほど。でもやっぱりそれには理由があって、過去にすごい人殺しすぎたし、みたいな、うん。まあ、なぜそうなったのかっていうドラマがね、うん。すごい描かれるわけですよ。話の途中で。あ、中でね。うんうん。だそういう意味で、エイジも過去に何かがあった上で、ああなってたんやったら、なるほど。納得するんですよ。うんうんうん。でも今のところそれは見られないじゃないですか。全くないですね。本当に無欲じゃないですか、なんか。無欲というよりも、ぼーっとしてるだけですからね。そうそう。バカでしょ、あいつ。あの、自分で稼いだバイトの金をなんか、街の人間に配ってるっていうのは、あれは何なんですか、ね、いい人とは捉えられないですよ、どう考えても。ちょっとどっちかというと足りませんねって感じですね。そうそう。そうなんですよね。ほんとね、もうあれはね、ほんとがっかりですよ、ほんと。がっかりでしたね。なんかね、要素としてはすごいいいんですけど、オーズって。なんでしょうね。一本芯が足りないような気がするんですけどね。なんかね、調理方法間違えてるっていうか、まあ、料理で言うところの、下味がない感じなんですよね。あ、うん、出汁が効いてないっていうか。うまいこと言いましたね、今。うん、なるほど。その通りですね。すごい素材もいいし、出来上がった料理も一見なんか美味しそうに見えるんですけど、うん、なんか下味足りてないなっていう。やっぱ出汁がいい。出汁がね、効いてないんですよ。うん。そんな気がするする。で、行きますと、まあ、散々臭いした後ですが。あ、最後のコア、ムービー対戦の部分ですね。あれも、うん、話すべきところはないんですけど、もう最終的にはあれ、うん、オーズの、あの、トリコンボを見せたかったってだけの話でしょ。もう完全にダブルなんかいてもいなくても一緒ですからね。あれすごいがっかりしたね。がっかり。唯一は、手に驚いたところだけ。ああ、あれも、
なんか翔太郎のリアクションとしては正しいんでしょうけど、うん、ものすごい言わされてる感がすごいあって、なんか驚きすぎやろってすごい僕は思ってしまったんですけど、ちょっと唐突すぎない、唐突すぎひんかとか思って、確かにね、それはありますね。俺一番腹が立ったのは、うん、あのダブルがお前の罪を数えろって言った時に、うん、エイジが、かっこいい。俺たちもなんか考えようよつって、言った瞬間にものすごい腹が立って、お前、映画の前半見ろよと。いかにあの言葉が生まれたかっていうのを知ってんのかってすごい思って。そうね。上っ面だけで語るんじゃない。そうそうそう。あんかあれは腹が立ったな。何ちゃかしてくれとんねんとか思って。確かにね。で、またあの、仮面ライダーがでかいんだ。うん。敵の。あれもね、僕、そのあらすじだけ見たら、うん。なんか、映画が始まる前にあらすじだけ見てたら、うん、なんか過去の仮面ライダーの記憶を全て持っているとか書いてあったから、そう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 、どれだけビッグな敵が出てくるんやと思ったら、大きさだけがビッグなだけあって全然弱いしとか思って、仮面ライダーみたいな形でしかないですからね。最初ね、あのビームで街破壊するシーンとかは結構燃えたんですけど、うん、どうなんねんとか、うん、こんな巨大な敵にどう立ち向かっていくねんと思ったら、地下に行こうぜ、みたいな感じで。そうそう。いきなり舞台が地下になってしまって。うわぁ、街で戦えやってすごい思ったんですけど。確かにそう思いましたね。まあでも、あれし、フル CG って書いてましたね。うん。初めての。ええー、頑張ってた方やと思いますよ。まあ、しかもね、途中からバイクに下半身が変わってね。どんな展開だろうって思いましたけどね。どうしてもライダーにしたかったんでしょうね。で、僕はもう A to Z 見てないから、沢田さんもそうですけど、あの、エクストリームのゴールドって意味わかんなかったんですよね。ああ。あれ、なんか、今のタイミングでなんか新しくする必要あったんかなって感じがすごいするんですけど。うん。まあ、ボーナストラックみたいなもんじゃないですか。A to Z で出てるんですか、あれ。そうそう。A to Z の最後にあれになるみたいなんですよ。俺てっきりなんかもうボーナストラック的な感じで、やっとけみたいな感じでやったんかなーって。そうそうそう、何この羽みたいな。これ虫かなんかですかって感じじゃないですか。いや、どうもね、それは A to Z の盛り上がりのところで出てきたキャラって思うんですよ。へぇー。一応意味があったんですね、うん、あれは。でもあれも、フートの市民が、ライダーを接合して、うん、具現化した形の、エクストリームゴールドバージョンみたいなのを、バッサリなりましたからね。あー。サクッと。もう、もはやドラゴンボールの世界ですよ。あのスーパーサイジンもね、最初はもったいぶってなってたけど。そうそうそう。みんな誰もかしこもやってる。まあやったらスーパーサイジンの状態で釣りとかできる状態になってましたからね。そうそうそう。いや、それがちょっと残念だ。ああ、そうね。ちょっと安いんですよね、扱いが。ダブルの扱いがやっぱり。そう。もう いなくてもいいじゃんって感じでね。あれちょっとすごく残念でしたね。まあ、どこまで行っても我々はダブルを見に行った感じで。そうなんですよね。うん。どうしてもその目線で見てしまうよな。そうそうそう。そうなるとやっぱりこの映画は辛かった。うん、やっぱりダブルはもう終わってしまった話なんですよ。うん、そうですね、うん。オーズをこれから盛り上げるためのつなぎの映画でしかないのでね。そうですね。そういう意味ではね、オーズもかわいそうだった。スカルが良すぎたから。うん、そうですね。うん。存在感がありすぎますからね。あったね。吉川晃司も山本太郎もいい演技をしよるんですよ、これがまた。まあさすがというところでしたね。俺正直ビギンズナイト見たときは、うん、スカルにそんな惹かれなかったんですよ。あ、まあまあ過去話としてこんなんがあったんか程度でね。うん、なるほどね。だからそういう意味でなんで今回スカルをフィーチャーするのかなと思って、そんなに需要あるんかって思ったんですけど、うん、需要なくとも需要を生み出してしまったのかなと。ああ、なるほど。もうスカルで一本取れやって僕は思いましたけどね。全然過去話としてスカルの活躍を描けるやんけとか、ね、あ、確かに、ね、仮面ライダースカルにしたらいいんですよ、オーズの次は。オーズの次に、オーズの次にも仮面ライダースカルで50話やったらいいじゃないですか。じゃあこの骸骨と50話近く付き合わないといけないんですか。もうスカルもエクストリーム化とかしたらいいんですよ。一人で。それもまたすごいですね。まあでもね、それぐらい、まあ良かったっちゃ良かったですね。ダブルは、まあど
どこかで再びやってくれると信じるしかないかな。そうですね。まあ、それかもう、ビデオ屋に通って1話から見るかですね。うん、改めてダブルを。まあね、やっぱ今新しい話を作ったらどうしてもこう、引き伸ばし的な感じになってしまうからな。うん、うん、そうなんですよね。これはでもね、ある意味避けた方がいい。腹八分目でちょうどいいのかもしれませんね。うん、そうですね。うん。まあ、なんか最後にムービー対戦パートが終わった後に、はいはい。オーズが地球の裏側に行ってしまったじゃないですか。うん、ブラジルに。そうやった、そうだったですね。うん。で、ラテンのノリで、誰でしたっけ、カフェの店長。いや、うん。女の人ね。出てきた時に、うん。オーズは、もうこれなんやなと、これのカラーで描きたいんだなって、なんか、ラテンというか、明るい陽気な感じで、行きたいんやなっていうのがあって。ああ、そっか、もう基本のベースがそこなんですね。そうなんですよ。だからその、なんていうんですか、その、ムービー対戦パートが終わって、仮面ライダーを倒して、なんかメダルと、ガイアメモリーが砕き散ってから、ダブルのエンディング、オーズのエンディングってなったじゃないですか。うんうんうん、で、ダブルのエンディングは確実にシリアスの方に行ってたでしょ。あれはよかったね。アキコの結婚式になって、うん。で、オーズがもう逆やったじゃないですか。もうあれ、意図的やと思うんですよ、確実に。あ、そうか。もう違うよと、二つの作品は違うんですよっていう。だってそんな、コアを倒してキックした勢いでブラジルまで行ったとか、ありえへんじゃないですか、普通。普通はね、確かに。もうそれはもう、オーズはそういう作品として見てねって、ダブルを引きずって見ないでねってことやと思うんですよ。そっか。あそこで開き直っちゃったわけだ。こうなんです、と。うん、なるほどね。うん。まあ、今エンディングの話が出ましたけど、結婚式の、ところもなかなか泣かせましたね。そうですね。最後、出てくるしね。うん。翔太郎が戻ってきて、もしかしてと思ったら、やっぱり、一人で、最後はね、バージンロードを歩いてくる。おやすさんはみんなには見えてたんですかね。きっと見えてたんですよ。そうに違いないですね。ね、泣かせるエンディングやなとか思って。よかったですね。まあ、とりあえず映画が終わった後に、うん。40周年記念映画の予告があったじゃないですか。いちごライダー出てましたね。あれは、どういう感じになるんでしょうね。まさか、リアルで人は出さないでしょ。まあまあ、それはないですけど、なんか、どうも仮面ライダー天王の、デンライナーが、時を駆け巡るらしいじゃないですか。また電王ですか。電王の電ライナーのタイムトラベル能力を駆使して過去から今までのライダー全部アクセスするみたいな感じの。ディケイドで来れてないんですか。っていうかディケイドは何だったのかっていう感じですけどね。まあね。もう完全蚊帳の外ですからね。電王でそれができるなら電王でよかったじゃないかって思うんですけど。そうか。まあね、それはそれで楽しみですけど、あまり昔のもんばっかり掘り下げてもどうなのって感じはしないではないですけどね。まあ、それだけ電王人気なんでしょうね。使い勝手がいいんでしょうね。うん、かもしれませんね。僕電王見てないんですけどね。実は私もね、見てないんですよ。上っ面しか知らないんですけど。まあ今度ちょっと、見てみたいなと思って、まあ、準備はしてるんですけどね。電を一回見てみようと、うん。まあね、でも、ダブル好きはダブル好きですからね。そうですね。本当ね、今回の映画でもう、再び僕は分かったのが、うん、俺はもう仮面ライダーファンじゃないんだなと。うん。仮面ライダーダブルのファンなんだなっていうことがもう、再認識ですよ。うん。ベルトをつけて変身すれば何でもいいんだってわけじゃないですか、ね。そうそうそう、うん。ダブルじゃないとダメなんですよ。時また時間が置いてこのスカルというこの映画を見るとこれはこれでまたしっくりくるんでしょうね。そうでしょうね。本当これも一つのダブルの世界観の中での一つのパーツであると。そうですよ、うん、形成するには必要不可欠なパーツなわけですよ。うん、ずっとキーワードとしておやすさんを追っかける桐山蓮がいたわけですからね。うん、でも本当もう書くことがなくなっていってしまうって思うんですけど、うん、ダブルとして
確かに。もう次に書くことがあるならば、なんやって感じですけど。うん。リュウベイとシュラウドの若かりし頃ですか。どんな映画ですか。うわー、見たくない。それ見たくないなぁ。それでもそれしかないですね。もう書くことないじゃないですか、過去のことばっかりほじくって言ったら。まあね、本当にもうあの、さまつなことを書くしかないですよ。本当日常生活を。そうね。まあ、あとはその、A to Z のパロディーものがあったじゃないですか。うん。あの、26話の、お笑いもの。あれはどうなんですか？僕見てないですけど。あれはですね、まあ私も全部見てないですけど、ありですね。なんかあの、ディケートの時もあんなあったじゃないですか。ああ、そうでしたっけ？ 10 分ぐらい。私それ見てないんだけど、お笑いか。あの、とりあえずあの、キリコさんのキャラがもうぶち壊れてて、うん、あれはね、レンタルでまあ見る価値はありますか？なるほど。かな？うん。まああの、かなりおちゃらけてますから、とりあえずあのキャストの誰かが出てればいいよって思う人は、まあ見るべきですね。なるほどね。本編とは全く関係ないです。もう本当におちゃらけばっかり。運命のガイアメモリーと一緒に借りてみようか。もう、僕絶対見ます。とりあえずこれは見ないと。まあ、これが今の私の心の支えになってますからね。そうですね。なんかそれを見てしまったら燃え尽き症候群になってしまうんじゃないかと思ってしまうんですけども。でもね、もう本当にね、燃え尽きたいです。このままね、まあ、スカルがいくらいいって言っても、やっぱりね、あの二人を見たいわけですよ。としては。まあぜひそこで燃え尽きてしまいたいなと思ってます。まあ、そんな感じで、まあ、今回も長々と喋ってきましたけども、はい。まあ何か語り残したところはございませんでしょうか？いっぱいあります。あ、そうですか。ありますが。まあそれはまあ、駄菓子で無駄話の方で喋っていただいて、はい。まあ、必要ならばまた私も行きますので。ぜひよろしく。まだまだダブルに関しては僕らの中では終わらないということで、ね。そうですね。また機会があればダブルの話をいたしましょう。はい。それでは今回はここら辺でお開きにしましょう。お送りしたのは沢田信也と島さんでした。それでは皆さんさようなら。さようなら。